皆さんどうも、高島です。今回はですね、北関東の県庁所在地、宇都宮市、そして水戸市の市街地比較していきたいと思います。まずは栃木県県庁所在地で中核市、人口51万2000人ほどの宇都宮市、中心駅の JR 宇都宮駅前の様子から映しているところです。映像冒頭は駅西口、 広々としたデッキの先に中層ビル群、そして隣への複合商業施設があって、逆に今は東口駅前側を移しております。こちら再開発がなされまして、宇都宮テラスという複合商業施設ですとか、ライトレールの路面電車が新しく運行をされておりました。で、映像の方は中心市街地が広がっております JR 宇都宮駅、 から西側に向かって進んでいるところです。駅からまっすぐ西に伸びている県道1号線の大通り沿い、県庁所在地らしく中層のオフィスビルが多数並んでいたり、大きめのタワーマンションも目立っておりました。街の中心には二荒山神社という立派な神社がありまして、その周りにビル並んでいる中に、 メガドンキホーテなどの大手チェーンのお店が入っているという景観が見られました。そこからもうちょっと西側、東武宇都宮線の始発終着駅、東武宇都宮駅というのがありまして、そちらには東武百貨店もくっついております。今回そのあたりの映像を映せておりませんが、ご覧のようにその駅ですとか百貨店の東側、まっすぐと、 ーーケード商店街が伸びております。こちらがオリオン通りという商店街になっておりまして中に並んでいるお店大手チェーン店というのはほとんど見られず地元の個人商店が頑張っているという印象を受けます営業しているお店の割合が高く通行人の方も多く見受けられます今映っているあたりはアニメイトですとか松屋など大手チェーン店が目立ちますけれどもね で、この映像を撮影した時期、ちょっと古くて、ライトレールの開業前のものとなっております。映像の方もですね、ちょっと使い回しで画質が落ちてしまっておりますけれども、まあまた、東武宇都宮駅周辺も合わせて新しく撮りに行けたらなと思っております。で映像の方はネットカフェだったり、大手カラオケ店が見られて、アーケード商店街の端の方に出てきましたが、その 一個横の通りにですね、今映像切り替わりましたけれども、なんと大人の男性向けのお風呂屋さんが複数店舗を並んでいるエリアがあります。ただ、宇都宮市の夜のお店、この商店街周りだけでなく、結構市内各地に分散をしておりまして、今映しているのは宇都宮駅のすぐ西側になるんですけれども、まあ、餃子屋さんだったりパチンコ店が 目立っている先、ちょっと裏の通りに怪しげなネオンのお店が見られたりですとか、駅の東側、ライトレールも開業して、まあ、再開発が進んだところ、こんな風にビルの中に複数飲み屋さんが入っているという観楽街もありまして、やはり至るところに夜のお店が分散しているというのが映像からも伝わってくるかと思います。続いては、 茨城県の県庁所在地で中核市等に指定されている人口26万7000人ほどの水戸市の駅前中心市街地見ていきたいと思います映像の方は駅の中の建物から北口駅前デッキに出てきたところになりますこちらが中心市街地側となっております 駅のすぐ北東には水戸城の城跡、そして駅のしばらく西に進んだところには快楽園もあったりして、歴史が感じられるスポットも多くある中心市街地ですが、映像は JR 水戸駅から北西にまっすぐ伸びております。国道55線の幹線道路を駅から離れるように進んでいる様子になります。 駅自体もですね、エクセルという商業施設が入っていたり、まあ、デッキ周りも立派な建物多くあったんですが、こんな風に駅からちょっと離れてきますと、小さめの雑居ビルというのも目立ってくるようになります。そのまま街の都会道、景観的に落ち着いてくるのかなと思いきや、そういうわけでもなくて、まあ、道沿い高めのマンションとか、また目立っておりますけれども、 この先にね、また、三都市の都会感を感じられる建物、固まっております。まあ、このあたりもオフィスビルがまた増えてきまして、ビルの中に大手カラオケ店ですとか、ご飯屋さんだったり、いろいろ入っている様子というのが見られてきて、歩道の上にちょっとしたアーケードの屋根も確認できました。で、こちら歩道橋の上から撮影した様子ですけれども、やはり駅と逆側が、 オフィスビルとか多くて都会的な景観というのが広がっていますよねこちらが映像左側水戸京成百貨店のデパートの建物映っておりますけれどもだいぶ駅から離れてきましたがなんとデパートが建っているんですね中ロフトの看板も確認できまして結構お客さんも多いような感じですよねでそうしたところからちょっと南側に奥の道入ってきますと 大人向けのお店が固まった怪しい通りというのがありました。まあそちらは写真で軽くご紹介したにとどまりましたが、で、映像の方はまた国道55線戻ってきまして、公文山通りという名前がついているようですがえ、より西側、都会的なエリアの端の方までご紹介したというふうになります。で、映像は場所を切り替わりまして、JR 水戸駅、南口駅前の様子、映しております。 こちらも立派なデッキありまして、周辺にオーパーですとか映画館、ホテルなどの建物が集まっていました。続いては、両都市の郊外に広がっております商業施設群、見ていきたいと思います。まずは、宇都宮市です。中心市街地から少し東に外れたところ、ご覧のように、ベルモールという大型ショッピングモールがありまして、伊東洋華堂ですとか、東方シネマズの映画館がありました。その道沿い、 LRT、ライトレールの線路が伸びておりまして、映像は工事中のものとなっておりますが、投稿時点では開業をしております。そこからだいぶ東に進んだところ、ゆいの森というニュータウンがありまして、ご覧のように幹線道路沿い、多数の大手商業施設が固まっております。 その道路の真ん中にはこちらもライトレールが見えまして、隣接する羽賀町という自治体に向かって伸びている路線となります。このあたりはですね、周辺に工場も多く、工業が盛んな地域となっております。映像の方は場所が切り替わりました。中心市街地から北東側、国道119号線、宇都宮環状道路沿いを軽く映したところです。 そこから駅の近くに戻ってきまして、FKD ショッピングプラザというね、複合商業施設あったんですが、まあ、一気にこれ場所を切り替わっております。宇都宮市農工街の商業エリア、あらゆるところにかなり広大に広がっております。この辺り、中心市街地から南側、国道4号線沿いの様子になります。アミューズメント系の商業施設が複数建っていたり、 新士服屋さんですとかご飯屋さんが多数見られる郊外となっております。この辺も国道4号線を外れたところですがご覧のようにアピタの商業施設が見られたり映像は中心市街地からだいぶ南に外れましたインターパークという、まあ、住宅だったり商業地が固まっているところにやってきました。まあ、このあたりはですね、幹線道路 ですとか、高速のインターだったりがあるということで、局地的に開発をされた場所になっておりまして、まあ、この周りとなると、急に緑ばかりが広がるような場所になっております。後で取り上げます、水戸市でも言えることなんですが、広々とした関東平野に市街地広がっているということで、一つ一つの大型商業施設の建物ね、広大ですし、 建物の密度というのもそんなに高くはないですよね。広々とした市街地という印象を郊外からは全体的に受けます。それにしてもインターパークのあたり大型ショッピングモールが多く建っておりました。最後に水戸市郊外に広がっておりますショッピングモール見ていきたいと思います。このあたり中心市街地からだいぶ南に外れたところになっております。国道50号線水戸バイパスの幹線道路 が東西に伸びておりまして、まあ、この辺り、元吉田という場所になっておりますけれども、山田ですとか、ニトリ、あと、洋服の青山、小中、そしてゲームセンターなど、大型商業施設が、道沿い複数見られますよね。そこから南にちょっと外れたところ、先ほど高めの建物が映っておりましたが、茨城県庁の建物でありました。 中心市街地から外れたところに立っているんですね。その横にはロゼをミトという複合施設があって、その周りにもスーパービバホームですとかはま寿司があります。映像の方はミト市と隣接しております茨城町というところの境あたりというかギリギリ茨城町に入っているんですが、イオンタウンミト南という複合商業施設を移して、 映像はそのイオンタウンの横にありました国道6号沿いを北に進んで水戸市の郊外エリアに戻ってきたところになります今映っているあたりが国道6号線東水戸道路という北関東自動車道の水戸南インターというのがあるところの周り映した風になりまして 映像はそこから西に国道50号水戸バイパス側に戻って映像冒頭でご紹介した、まあ、元吉田付近に戻ってきたところですねヨークタウンのショッピングモールもありますこの辺り中心市街から南にだいぶ外れておりましたが高速のインターなんかが多くバイパス沿い栄えておりました ということで、今回は北関東の県庁取材地、栃木県宇都宮市、茨城県水戸市を比較してまいりましたが、皆さんはどちらが都会的に移りましたでしょうかご視聴ありがとうございました。